ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。パート49っていうか最近なんですけど、あの朝方アップがあるんですよね。朝7時ぐらいに動画上げといて、でまあ通勤とかの時に、通学とかの時に見てもらえたらなと思って上げてるんですけど、みんなさん的には朝アップってどうなんだろう、ずっと気になってたんだよね。特になんか言われてないんですよ。特に何も言われてないんですよ。だから逆に気になって、ちょっと皆さんに提供っていうか聞きたかったんですよね。皆さんどう思ってんのかなっていうところを、できればコメント欄にありかなしかってことですね。まあどっちにしても上がるんだから、まあ別に朝でも夜でも関係なくねって俺は思ったんですけど、でアップ数もなんか1本か2本くらい増えるかなと思って、そう思ってやってたんですけど、どうかな、皆さん的ななんか汚い意見をぜひ聞かせていただきたいなと思います。ヒューズ先倒せます、それが一番いい戦い方です。ヒューズをまず落として、あいつボムの一種みたいですね。あの自爆するタイプのやつみたいです。カーズとかスルーとかかけたらどうなるんだろう。スルーじゃねえ、スローか、スロー効くのか。思った、あと1体なんだったら別に強化する必要もねえんじゃねえかなと思った。エンファイかかったからもうこれでいいでしょ、攻めましょう。まあヘイストグぐらいがあれば、まあね、溜まったらもうあとはもう、まあ、ラッシュアサルトに変えたばっかだけど、ケロベロスで勝ちなんだ。 OK、 攻撃強いけど防御は弱いからね。 OK、 全然あれしてなかったね。何だったかな、勇者の何だったかをもらったんですよね。これ勇者のアミュレットですね。ピンチにブレイブいただきました。でそこのやつ何だったかな、大したもんじゃなかったってことですね。覚えてないってことは。では進めていきましょう。ここの敵もなんとなく分かってきたってかね、この3人のね強いわ、やっぱ BAA ん BBA か、 BBA 強えば。でブレイクしたら、なんか敵めっちゃいいんだけど、ナメクジだな。なんかラッシャースートからのスタートが良さそうな気がする。何このナメクジは。強化版か。ノクチルか。ブレイクする前倒せそうだよね。ゾンクらしいですね。ヘイストかけた方が早いかな、どうかな。 500% でか、まあその前に倒すよなって考えたら、2で止めて変化して仕掛ける。はい、お疲れ様でした。よかった、そんな強くなかった。でも時間かかってないのにランク4しかもらえなかったんだけど、アイテムはないかないか。でプリンいるとこが多分ルートですね。あーこっちはプリンとか、あれどっち行けいいんだ、なんか気持ち悪い。でもなんかどことなく可愛さもあるというか、ルミネスゼリーなんか高く売れそう。掘り押さない方がいいのかな、どうなんだろう。あ、もう変更してよかったか。なんかバイオってるね、これは。あれなんかで回復されてる。
やられた。負ける気ねえわ。お、まだいけるな。ちょっとびっくりですね。こいつ強いんだ。あ、違うじゃん。アルケミックゼリーとかなんか名前違うじゃん。ファングさんか。やられたわ。復活。ここでレイズ打ってくれるかな。オッケー。助かった。恐れる。いや、これ強い。600くらい食らわせてんじゃん。めちゃめちゃ強いんだろ。もうちょい攻撃入れて。あぶねえ。あ、こいつ要注意ですね。うわ、タツさんやられた。うわ、アルケミックゼリー強え。こいつやばいね。気をつけよう。正面なんもないよね。ないね。進むべき道があっちか。じゃあこっちゼリー倒さなきゃいけないのか。アルケミックいるのかな。はい、オッケーです。なかなかランク5もらえないな。難しい戦い方がすごく難しい。これ育てないとダメなんじゃないかな。あ、でもロールレベルが上がるわけじゃないから。同士のアミュレット、ピンチにフェイス。なるほどね。ピンチにならないように戦いたいから使わないアミュレットっていうか装備品だよね。ピンチになんちゃら系は本当に自分使うの下手。モンハンとかでもあるじゃん。あれなんだっけ、モンハンはなんだっけ、さあじゃあ進んでいきますか。アルケミックいそう、数多いね。ここはあれ、オッケー。どうなんでしょうね。強化、まあ強化した方が早いのかな、きっと。いらない強化があるんだよね。まあまあそこはいいか。何種規模だ。途方もねえ勇気だぜ。敵がいない方にチェスト。正解ですね。これだったら。強化より攻めた方が早そうな気しない？いきます。思ったんだけどさ、これケルベロスがいいんじゃないかな。エリアブラスト勝負なんじゃない？じゃあエリアブラスト行ってみようか。ほら、いけるだろ。これ掘り寄せるんじゃねえの。いや結構やばい、結構やばい、普通にやばい、普通にやばい。あぶねえ。じゃあ冷静にここは。あぶねえ。やばいやばい。オッケー、ライズガード入れば大丈夫でしょ。オッケー。あぶねえ。ご利用せなかった。全然強かった。ヘイストが先にかかればな。やばいやばいやばい、ファングやばい。嘘、マジかよ。ミニオ、ちょ待って、ファングいないとやばいから、普通にやばいから。危ねえ。やばいやばい、まさかやられるとは。
すまねえな。これ攻撃転じて平気か、怖え。とりあえず数減らせ、数。ハングさんやられてもいいから一旦数減らせ。あぶねー、これで大丈夫かな。あぶねー、つれー、こいつらやば、やばいな。こっち防御力が低いんじゃないか。物理耐性上げた方がいいかな、どうなんだろう、アクセサリーで。わかんない、あたりを探った方がいい。言われずとも自分は探りますよ、なんせ探索中だからね。あ、しまった、これは強化系。あ、いや正解だ、ルミネスしかいないのであれば撃て。あ、マジだ、ファイヤーじゃないな、サンダラとかの方が良かったかな。ガトイ、そっか、合体してあれになるのか、アルケミックになるんだ、きっと。合体する前に倒せましたと。ふう、彩りゼリー、まあ確かに彩りはいいけど毒々しすぎるだろう、さすがにちょっと。サッズさん膝大丈夫か、膝心配です、サッズさんの膝心配。アイテム、はい正解。じゃあセーブポイントあるんでここで終えときます。虹のアンクレット、ライトニングさん、アンクレット似合いそうだな。巨奪耐性、やる気なくなっちゃうやつですね。5月病的な。はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。